ベネスタルデスアミゴス、どうも PJLL のパハロンです。はい、今日もですね、無料動画配信のお知らせでございます。いやーね、まあせっかくなんでね、無料動画配信でいろんなプロレスをね、皆さんも 見るといいかもしれないですよね。はい、まあ毎回ね、動画上げるたびに言ってしまうとあれなんですけどね、まあ本当にこれはいつ収まるかわからんからね。やっぱね、中途半端なことやらずに、ほんと保証セットでドカンと、こう、止めて日本自体を止める。まあでもそうなるとな、またいろいろあるんだろうな。マスク2枚配るよりかはな。いや、あれなんですよね、こう、知ってます。あの、マスク2枚配りますっていう話があって、で、その、前段階として、医療機関とかには、1500万枚でしたっけ、まあ、マスクを配っていきますよとか、そのいろんな対策があって、で、その上で、まあ、あの、日本という国はですね、国民一人、一世帯か、一世帯に2枚配りますね、マスクをっていう、感じになってて、いるんですけど、まあ、その前段階があるのに、その2枚だけ配るのを取り上げて、ああだこうだ言うのはどうだみたいなね、ことを言ってる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、その前段階やるのは、正直言うと、その前段階でこういうことやりますっていうのは、正直言うともう当然のことじゃないですかねって僕はまあ対策なんで、まあ思ってるんですよ。で、まあそのマスクね、正直マスク2枚ね、まあ欲しい人もいると思うんですけど、まあ、マスク2枚、配ることにかけるお金とかあったら、もう僕は本当こういうイベントが中心になってね、プロレス団体とかそうなってるわけなんですけど、イベントとかライブとかね、中心になってね、もしかしたらね、例えば団体存続自体が危ぶまれるとかね、お店自体も閉店に追い込まれるとかね、そういうことが起こりつつあるわけじゃないですか。僕はそっちの方にお金回してもらいたいなって思います。マスク2枚配るよりかは。うん。はい。なので、しかもその布製のマスクっていうのが、なんか、効果あるのかないのかって言ったら、ないっていう話をね、僕、聞いているので、まあその飛沫でしたっけ？なんか、くしゃみバーンってやった時に、ね、飛んでいくのを防ぐ意味合いはあるよとか、まあ、いろいろあると思うんですけどね。まあ、僕は盛大なエプリルフルだと思ってたからね、あれね。まあ、それはそれでいいんですけど、まあ、もうね、決まったことなんで。まあ、みんな選挙に行こうねって話ですよね、要はね。ということで、まあ、今日はですね、DDT ですね。DDT のお話でございます。はい。DDT はですね、以前からですね、こんな時だからこそ無料配信ということで、20大会ですね。20大会の プロレスの動画というものをですね、無料で公開してたんですよ。誰でも見れるっていう状態で。で、そこにですね、どうやら今回ね、新しく12大会を追加すると。そして、3月いっぱいまでが期限、無料で見れる期限だったんですけど、それを4月いっぱいまで伸ばしてくれるということで、これ4月いっぱいまで DDT のね、とか、東京女子プロレス、頑張れプロレス、マッスル、いろんなプロレスが見れるようになってますので、ぜひ皆さんね、これまた楽しんでいただければなというふうに思うわけでございます。はい。まあ、ウェブサイトね、から行くとですね、まあ、新型コロナウイルス感染拡大予防に伴うイベント自粛や臨時休校、不要不急の外出自粛要請などが行われている現状を受けまして、動画配信サービス DDT ユニバースでは3月末まで DDT グループ全20大会を無料で配信してまいりましたが、期間を4月30日まで延長いたしますと。さらに、4月2日よりプロレスリングノアも加えた過去12大会を順次無料で公開いたします。毎日12時の配信予定を配信開始を予定しておりますということで、まあご自宅で過ごす時間が多くなっている皆様に明日への活力をプロレスで届けたいという思いから今回の無料配信を延長することにいたしましたということで、ぜひご覧くださいということです。はい、ぜひご覧ください。はい、楽しんでいただければというふうに思います。で、まあ前回ね、
あの20大会分どんなのがあるよっていうのは、あの別の動画でお伝えしておりますので、そこを見ていただいてもいいですし、まあ、あのウェブサイトに飛んであの見ていただくのも全然ありだというふうに思います。で、追加配信の大会について触れていきますと、まず DDT はですね、1,2,3,4,5 大会はい追加できております。まずはですね、2018年11月14日ヤロー Z その7とかですね、2019年6月24日オールアウト仙台ガールズプロレスリング、おーオールアウトの面々が戦場に行った時のと、試合ってことですかね。そして、2019年の7月15日レッスルピーターパン2019ということで、これビッグマッチです。はい。そして2019年7月29日戦うビアガーデン2019オールアウトデイということで、ビアガーデンプロレスっていうのをね、DDT はやってるんですよね。ビアガーデンでプロレスするっていうのね、やってますから、まあ、ぜひ皆さんこの辺も楽しみにしていただくといいんじゃないかなというふうに思います。そして、2019年10月20日、ブランニューボーイズ1ということで、DDT スペシャルエディションということで、ボーイズという、まあ、ユニットといいますか、まあ、DDT のメンツを集めて組んでるものですよね。その、興行ということでしょう。はい。なので、ここが見れますね、ということでございます。はい。続きましてはですね、プロレスリングノアでございますね。こちらは2019年4月30日、グローバルタッグリーグ2019ですね。これが見れるようになるそうです。そして2020年の3月22日、ノア・ザ・スピリッツ2020ということで。はい。まあ、この辺もね、楽しみにしていただけると、ノアも見れるっていうね、お得でございますね。そして、東京女子プロレスが2018年の8月4日、戦うビアガーデン2018、東京女子プロレスデイということで。まあ、ビアガーデン、そのビアガーデンプロレスの東京女子プロレス版ということで、はい。まあ、一体どんなね、内容になってるのか楽しみですね。そして2019年1月4日、東京女子プロレス、19ということで。これ東京女子プロレスのビッグマッチですね。1.4。東京女子の 1.4 ということで、これが昨年版ということですから、まあ、これね、先日僕も、見ましたけど、なかなか良い。やっぱね、なんか知らんけど、東京女子プロレスはね、ほんとね、僕は見てて、東京女子プロレス見ると僕はなんかね、幸せになりますね。はい。はい。まあ、ぜひ皆さんよかったらね、見ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。で、2019年9月15日、KFC2Days、テンプルオブザサン。ということですかね。まあ、この3大会が見れますよということでございます。そして、頑張れプロレスということで、2017年の8月11日頑張れクライマックス2017ファーストラウンドということでね、これが見られるそうです。そして、マッスルということで、2019年2月16日マッスルマニア2019 in 両国俺たちのセカンドキャリア、これマッスルのビッグマッチということでございましてはい、まあこういうのが見れるようになってますよという形なんで、ぜひね皆さん見ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、概要欄にね、ウェブサイトのリンクは貼っときますので、そこから飛んで見ていただくと、URL ねついた状態のものがウェブサイトでは見れますので、そこで見ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。で、最近の DDT で言うとですね、最近ひらがなままマッスルというですね、興行というか公演というかありまして、まあ僕はね、そんなにマッスルの流れを詳しく知ってるわけじゃないのであれなんですけれども、まあ簡単に言ってしまうと、プロレス演劇といいますか、プロレスラーが、リングを使ってプロレスの試合もしつつ、まあ、演劇をする的なものになっております。で、まあ、非常にね、楽しいです面白いです。で、先日ひらがなマッスル2っていうのが開催されて、まあ、そこでミュージカルをですね試合とプロレスと混ざったミュージカルというのをね、こうやるシーンがありまして、シーンというか、まあ、その流れがありまして、で、その見事にですね、なんていうんですかね、その最後の最後は
そのプロレスにかけるレスラーの思いとかですね、そのプロレスによって、プロレス、なんて言うんだろうな、プロレスによってその表現されるレスラーの、なんて言うんだろうな、気持ちというか、まあそういった部分がフォーカスされてて、めちゃめちゃ良かったっすよ、ひらがなマッスル2っていうのは。だからそのプロレスの表現の幅ってやっぱすげえ広いなっていうふうには思いますけど、そのまあもちろんバッチバチのね試合で僕らが心を熱くして胸躍らせてみるプロレスもまあプロレスだし、でおそらく今回そのこのひらがなマッスルというものでやっているものも、やってるものもっていうか、ひらがなマッスル2がすごいなって思ったのは、その、まあ、正直言うとね、もう、なんていうか、コントみたいな流れなんですよ。前半、全体的に言うと、演劇、コントと演劇みたいなのが混ざったような流れなんですよ。で、来てて、正直ね、それがね、そのまま終わってしまうと、まあ、ほんと、コントとか演劇を見に来たなって思う感覚で、終わった部分が強かったと思うんですけど、今回のこのひらがなマッスル2っていうのはね、まあ見られてる方ちょっとね、多分少ないんじゃないかなと思うんですけど、ひらがなマッスル2っていうのはね、最後の最後にその本当はミュージカルという体で流れていくんですけど、試合自体は流れていくんだけど、最後の最後にはそのやっぱプロレスが持っているそのなんて言うんだろうな、ファンの気持ちを熱くする部分みたいなところが実際プロレスとしてやっぱりそこに描かれてて、最後はやっぱプロレス見たなって気持ちになるんですよね。なので、まあ、ひらがなマッスル2とかね、1も面白かったんですけど、2もね、非常におすすめなので、まあ、もしこの無料動画配信系のこの動画を見て、ちょっと面白いなと。DDT もなかなか面白いんじゃないかとか、DDT ユニバース自体が、その月額900円でこんなにいろんなものが見れるんであれば、いいんじゃないかなって思われる方は、DDT ユニバースに入っていただいて、そして、そのひらがなマッスル2。これをね、見ていただくとね、まあ、1、2、通しで見た方が面白いかもしれないですけど、これ見ていただくと、プロレス演劇という感じのものとして、まあ、非常に、楽しめる、のではないかなと、一つの本当にエンターテイメントなのではないかなというふうに思いますので、まあ、もしね、無料動画見ていいんじゃないかというふうになったら DDT ユニバース入るのもおすすめしたいなというふうに思います。はい、まあ、ぜひ皆さん、まあプロレスの試合自体はねちょっとないですけど、動画を見てね、いろいろ楽しむと、過去を振り返ってみる、もしくは今まで見たこともなかった団体を見てみるというのもね、全然ありだと思いますので、まあ、これを機にですね、まあいろんな団体をぐるーっと見渡すというのもありなんじゃないかなという感じがしています。はい、まあ、あと余談で言うとね、4月12日までだったかな、エグザイルファンの皆さんはですね、映画ハイアンドロー、これもハイアンドロー YouTube 公式チャンネルで4本ぐらいかな、ハイアンドロー1、2、3、はい、これとレッドレインっていうやつかな、4本ぐらいね、これ4月12日ぐらいまで無料配信するそうなんで、これ見ていただければと思います。はい、まあハイアンドローね、喧嘩ものなんですけれども、まあプロレス的な見方で言うとね、ユニット構想みたいなことになってますんで、プロレス的にハイアンドローは楽しめるんじゃないかなというふうに思います。で、昭和でそれをハイアンドローを見ると、なるほどと。これ今のプロレスっぽいな、みたいな。昭和のハイアンドローっていうのは、今のハイアンドローっていうのは、今のプロレスっぽいな。ユニット構想やってる新日本プロレスっぽいな、みたいな。で、昭和の新日本プロレスっぽいの見たいなっていうふうに思うと、多分ね、クローズゼロが出てくると思うんですよ。なので、はい、ハイアンドローを無料で見て楽しんだら、今度はクローズゼロを見て、自分はどっちの、どっちのプロレスが好きなんだろうじゃないんだけど、まあ、どっちのスタイルが自分は好きなのかな、みたいなね、感じになるかなというふうに思いますので。はい、まあ、昭和のプロレスって言ったら、もしかしたらね、ビーバップハイスクールかもしれんけど、ね、昭和のあたりがビーバップハイスクールみたいな。ほんで、
柴田勝頼あたりですよね。柴田勝頼はクローズゼロ的な感じがあっての、まあ、今のプロレスはハイアンドローみたいな、まさしくこのビーバップハイスクールとハイアンドローの、中心にあるクローズゼロね、これを柴田勝頼として見た場合、非常に、やっぱり柴田勝頼っていうのは、昔と現代をつなぐ交差点に立つ人物なんだなっていう勝手な表現を今してますけど、はい、まあ、この辺をね、もしかしたらね、映画なんで、これデボンさんにちょっと僕振ってみようかな、記事書いてくれっつって、デボン山岡的ハイアンドロークローズゼロに見る、プロレススタイルの違いとか、その辺をちょっとブログ記事としてデボンさんに振ってみようかな。まあまあ、皆さんももしね、その今言ってる、僕が言ってる映画とかね、わからない人いると思うんですけど、ビーバップハイスクールはね、もうほんと昔なんで知ってる人少ないと思うんですけど、はい、まあぜひ、まあいろんなね、このコロナ関連で、まあ無料で見れるものが増えているところありますから、まあその辺はね、ちょっとうまく利用して、興味の幅を広げるとかね、まあその音楽、おすすめ音楽とか音楽、おすすめ映画というところをおすすめ動画って僕も出しましたけど、まあそういうプロレス以外のものからプロレスに使えるようなヒントって必ず生まれると思いますんで、まあもしくはプロレスを見る世界観が変わったりすることもあるかもしれないのでね、プロレス以外のことにも、こう視野を広げてみるとまたプロレスが面白くなるということありますからね、まあ、ぜひそういった意味でもいろんなものを活用してね、楽しんでいただくといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、こういった情報もねお届けしつつやっていく BJLL でございますので、ぜひ皆さんのチャンネル登録高評価の方もお待ちしております。はい、ということで皆さんまた次の動画でお会いしましょう。アースタルエゴアディオス。